原寸大の石膏模型を描いた、後半がバスチーユの像の予想図模型にたかる、ネズミギスター・ブブリオンによる、レ・ミゼラブルのための差し入バスチーユの像、フランス語、エリファント・でエラ・バスティルとは、1813年から1846年にかけてパリに展示されていた像のモニュメントである。元になるアイデアは1808年にナポレオンが思いついたもので、 彼は、聖堂製の彫刻を、バスチーユ広場に設置するつもりだったが、実際に建てられたのは、石膏像だった。それでも高さにして24メートルの巨大な模型は、それ、自体が人の目を引く、建造物であり、ビクトル・ユーが、レ・ミゼラブルで、登場人物の隠れ家として描いてからはまさに普及の、記念碑となった。バスチーユの地に建設された土台の一部は残っている、ものの、 像そのものは7月革命の記念柱に置き換えられている。バスチーユが1789年7月に陥落した当時、新たに何か記念碑を建設するのか、それとも過去のものをそのままにしておくのかをめぐって少しく議論になった。ピエール・フランソはパロイがもとあった建築物を解体する仕事を受け負い、使われていたキリー氏はコンコルド橋の建設に再利用された。 残りの建材はパロイが土産物として売り払った。その後何ヶ月もかけて建物のほとんどが撤去されるまで2000人もの労働者が関わっている。1792年にこの場所はバスチーユ広場へと生まれ変わり、かつてのこの地にそびえていた要塞は名残を留めるだけになった。翌1793年にはこの一角に 再生の泉として知られる泉が作られた。強くエジプトの影響を受けた思考で胸元から水を流す女性の彫刻が特徴的だった。ナポレオンはパリの街を生まれ変わらせる計画をいくつも練ったが、中でも自分の勝利を記念するモニュメントにこだわりがあった。彼は軍事力を誇示するために巨大な外戦費を作ることを望み、 ついに高さ24メートルの聖堂の像の設計に取り掛からせた。ナポレオンの計画によれば戦争で獲得した大砲を溶かし、居直して使う予定だった。そして一本の足にかけられた階段から見物人は像の背中にある展望台に登ることができることになっていた。ドミニクビバンにこの計画を監督する仕事が命じられた。 設計者にははじめジャック・セルリエが選ばれ、1810年に基礎工事が始まって1812年には丸い天井部分と埋設管が完成した。この時点でセルリエは更迭されて、ジャン・アントワール・アラボワーヌが設計者となったが、主要な水路は間もなく完成した。アラボワーヌは完成予想図が必要であると考え、ピエール・シャルル・ブリダンを雇い入れて、 石膏で木枠を追った原寸大の模型を作らせた。これは1814年に完成し、像の足元で寝泊まりしていたルバスールという名の衛兵が模型の警備についた。しかし、本体の建設工事はナポレオンがワーテルローの戦いに敗れた1815年に中止される。アラボワーヌは1833年になっても、 計画を実現させるための支援を求め続けたし、他にもこの野心的な事業に興味を示すものはないではなかった。1841年と1843年には、市議会が制銅や鉄、銅を使って作品を完成させるという選択肢を模索したが、どれも受け入れられなかった。1820年代の終わり頃から、近隣の住人が像を取り壊すための単眼を、 始めるようになった。像を住みかとするネズミが餌を求めて、模型の像は1846年まで撤去されることはなかったが、その頃にはかなり劣化した状態にあった。像が立っていた、園台はその後も撤去されることなく、革命の記念柱の台石として2000年代に入っても使われている。この像の模型は、ビクトル・ユ合ゴが、レ・ミゼラブルで描いたことで知られているが、 この小説における扱いは、肯定的なものではなく、同時代の社会が、どのように受け止めていたかについての記述も、わずかに過ぎない。今から20年前までは、バスティーユの広場の南東の隅、監獄の城塞の昔の掘りに通ぜられた掘り割りにある、停戦場の近くに、一つの不思議な記念物が残っていた。それは、今ではもう、パリイ人の記憶にも止まってはいないが、 少しは覚えていてもいいものである。なぜなら、学士会員エジプト軍総指揮官の考えになったものであるから、もっとも記念物とは言っても、一つの粗末な作り物に過ぎなかった。しかしこの作り物は、ナポレオンの考えを示す驚くべき草案であり、偉大な形骸であって、相次いで起こった二三の風雲のために次第に、我々から遠くへ吹き去られ、壊されてしまったものではあるけれども、 それ自身は歴史的価値を有するに至ったもので一時作りのものであったにかかわらずある永久性を備うるに至ったものである。それは木材と漆喰とで作られた高さ四十尺ばかりの像の姿で背中の上には家のような塔が立っていて昔はペンキ屋の手で青く塗られていたが当時はもう長い間の風雨に黒ずんでしまっていた。そして広場の寂しい露天の一宮で その巨大な額、鼻、牙、背中の塔、大きな尻、大円柱のような四本の足などは、夜分星の輝いた空の上に、恐ろしい姿で高くそびえて浮き出していた。何とも言えない感じを人に与えた。民衆の力の象徴とも言えるものだった。謎のような巨大な黒い影だった。バスティーユの牢獄の目に見えない勇気のそばに立っている、目に見える巨大な一種の勇気であった。 ビクトル・ユゴー・レ・ミゼラブル・トシマ・ヨシオ役、岩波書店2012年4月、比較的小さな像の複製が、映画、レ・ミゼラブルのセットの一部として、イギリスのグリニッチに作られている。ありがとうございます。